私は大学で植物の研究をしています。大学では日々最先端の科学が進められていますが、その中で私は農業では最も古い技術の一つである継ぎ木の研究をしています。そう、最も古い技術を最も新しくする挑戦です。継ぎ木という言葉、皆さんも学校の生物の時間など、 どこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。継ぎ木とは、二つの植物を一つにつなぐ技術です。そうして一つの植物として育てる技術で、一般には根っこに当たる部分と地上部の部分をつなぎます。この継ぎ木、何のためにするのでしょうどんな場面で使われているのでしょうおそらく、この会場にいる ほとんどの皆さんが追記された植物を見たり、追記された植物から取れる果実を食べているんです。例えば、春に咲く桜の木、この綺麗な桜の木、ソメイヨシノは、全国すべての木が追記によってその数を増やされています。同じように、リンゴや梨、ブドウといった 多くの果物の木が継ぎ木によってその数を増やされています。継ぎ木は野菜を育てるときにも使われます。土から来る病気を防ぐために使われるんです。日本では食卓に並ぶトマトやキュウリ、そのほとんどが継ぎ木された苗から作られています。どうですかこのように継ぎ木は私たちの生活の一部と言えます。 さて杉木ですが実はとても古くから始められているんです聖書にもその存在は描かれています2000年以上もはるか昔から現在まで実に長い間私たちは追記を使っているんです驚きますよね私も研究を始めまではこのことを知りませんでした本日は 私たちがどうして次期の研究をしているのかそして研究をすることでどんな未来を描いているのかそれについてお話ししたいと思いますまずはなぜ私たちが次期の研究をしているのかどうして植物なのかちょっと真面目な話をさせてください皆さんもご存知のように私たちは今地球規模の 環境問題に直面しています。地球温暖化です。地球温暖化は人類がその活動を活発化させることによって徐々に徐々に進行してきてしまいました。私が子供の頃ニュースで石油を燃やして二酸化炭素を発生させてその結果温室効果によって 北極や南極の氷が溶けてきてしまっていること。そのせいで氷の上で暮らす白熊がその生活の場を追われ絶滅の危機に瀕しているということを知りました。とんでもないことが起きている。この状況がさらに深刻化すれば私たちの安全な未来はない。私はその当時そういった危機感を持ちました。 時が過すすぎて、大学生の頃に生物学を学ぶ中で、この地球温暖化の問題は動物だけではなくて、植物にも大きな問題をもたらすことを知りました。植物は太陽の光を浴びて、それをエネルギーに変えてくれる存在です。私たち動物はその植物を食べることで生きています。つまり、植物は 私たちにとってかけがえのない大切なパートナーです。ですから植物を守ることは私たちの生命を守ることだと思っています。温暖化が進むと植物にはどんな影響が出るんでしょうかその大きな影響は植物が根を張る土に現れてくるんです。気温が上昇すると当然 土は乾燥してしまいます。そうすると植物の成長に必要な水が土から失われてしまいます。同時に土の乾燥化が進むと土の中に含まれている塩分の濃度が上昇して塩害が発生します。他にも土が乾燥することによって風が吹くとその土の表面が削り取られてしまいそこにいる 植物の成長を助けてくれる微生物たちも失われてしまうといった問題が起きます。さらに地球温暖化は最近話題になっている大雨の頻度を高めてしまいます。大雨が長く続くと植物の根は腐ってしまったり病気が蔓延したり大雨によって地中の栄養分が流されてしまったりします。このように地球温暖化は 植物にとって生きにくい環境を生み出してしまうのです。それではどうするのか。現在、環境ストレスから植物を守るための栽培方法や、環境ストレスに強い植物の品種改良が世界中で必死に行われています。ですが、それにはどうしても時間がかかってしまう。そんな中で、私たちが この問題を解決するために着目したのは、そう。古くから私たちの社会に定着している安全な技術、継ぎ木です。私たちが考えているのは、環境ストレスに強い植物の根っこを持ってきて、その上に私たちが育てたい作物を継ぎ木して育てるというものです。自然界の中から、 環境ストレスに強い植物を見つけてくればすぐに適用することができそうです。どうですか簡単な発想ですよね。でも、残念。いいところまで行ってるけど惜しい。そう簡単にはいきません。なぜなら、植物は仲間同士であれば追記することができますが、仲間以外とは追記することがとても難しいからです。ここで、 ブレイクスルーとなったのが大学で研究をしている時の発見です。私たちは植物の中にはなんと継ぎ木がとても得意な植物がいるということを発見したんです。それがこちらです。何かわかりますかこちらでどうでしょうそう、タバコです。こちらにこの 驚くべき追記能力を初めて捉えた映像をお示しします。タバコと菜の花の継ぎ木です。この二つの植物は全く種類の違う植物です。にもかかわらず、ご覧のようにタバコと菜の花は継ぎ木して一緒に育てることができることがわかりました。 この追記ではきちんと水や栄養が運ばれていることも科学的に示しています。さらに、このタバコを他のさまざまな植物に追記してみると、なんとタバコはいろいろな種類の野菜や穀物、果物の木と追記できることが分かってきたのです。この発見を利用して、これまでに 色や形の違う花の追記や、ちょっと変わった追記をすることができています。皆さんも試してみたくなりませんか <laughs> ここで初めの提案に戻ります。環境ストレスに強い根っこの上に、作物を追記して育ったかったわけですが、この時に、間に すぎき能力が優れたタバコを挟み込むことで、もともと直接追記することが難しかった二つの植物を間接的につなぐことができると考えています。そして実際に、環境ストレスに強く、陸上でとても繁殖している菊の上に、タバコを挟んでトマトを追記することに成功しました。大きな一歩です。 ですが、写真にあるように、今の段階ではトマトの実は一つしか実りません。そのため、これからも研究を重ねていくことが必要です。私は研究を続けていけば、きっと、この厳しい環境の中でも植物を栽培することのできる有効な技術が生まれてくると信じています。そして、そのような 技術を生み出すことによって地球環境を回復し豊かな未来を切り開いていきたいそう思っています本日ご紹介したのは次期という私たちの考える一つのアプローチにすぎません環境問題を解決するためのアプローチは多様です必ずしも大学で行われているような 専門的な研究ばかりではありません。この世界を救うのはあなたのある瞬間の思いつきと行動です。はじめはとてもシンプルなものでもいいです。あなたにとってもきっと私たちにとっての追記があるはずです。私は社会を変える原動力は 一人一人の人間にあると強く信じています。そして、その一人一人の個人が尊重されて、社会からとても大切にされる、応援される、そんな社会が大事なんだと思っています。これからも、社会を豊かにする、あっと驚くような、色とりどりのアイディアやチャレンジがあることを楽しみにしています。 どうもありがとうございました。